関東地方から東海地方にかけて夕方から夜にかけての雨の強まり心配ですね。そうですね、はい、今はまだ、ね、晴れているところ多いんですけれども天気下り坂なんですよ。でまず現状の雲の画像をご覧いただきましょう。ご覧の通り、まあ、東海地方については少し雲が多くなってきているものの、はい、関東はまだ薄雲程度で、日の差しているところが多くなっております。まあ、このように今のところは比較的穏やかな天気になっている中で、これ今夜の予想天気図です。で今日はですね、西日本からこの前線がだんだんと北上してくる見込みでして、はい、夜になりますと東海付近までこの前線が到達をする見込みです。台風周りの湿った空気も流れ込むことで雨雲が局地的に発達をする可能性があります。はい、でその東海関東付近雨雲の動き見ていきますと、先行して東海地方で降り出している雨が午後になりますとその範囲が少しずつ拡大をしていく見込みです。で関東地方についてはおおむね、まあ、夜になって雨雲が、まあ、到達するところが多い見込みでして、はい、まあ、お帰りの時間に備えて雨具をご用意ください。また夜になりますと今度は東海地方を中心に雨が強まってくる見込みです。まあ、このあたり雨の降り方も要注意となりそうです。はい、ではですね、現在雨降っていないところでもお帰りに備えてぜひ雨具を持ってお出かけいただければと思います。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。